こんばんは、ワイズです。冒険ダンジョン村実況プレイ始めていきたいと思います。もう4年目入ってたんだね。結構時が経つの早いなっていう感じで、前回どんぶり花子が、攻めてきてそれを撃退したんだけど、新たな恐竜とか恐竜怪獣モンスターが出てきそうな気もするんだけど、それ気にしててもまあ仕方ないので街をどんどん拡張していこうと思います。ある程度街に建物も建ってきて、まだ建てるスペースはあるけれど街の拡張もしたいなって言ってたんだよね。あのレイアウト考えるときにちゃんと大きさとかも分かってた方がいいと思うので、まず街の拡張ってやつをやってしまおうかなと思います。イベントだったんだよね確か。そうだ、100で、マジックポットの導入っていうのもちょっと気になるけど、ポイントは足りるけど一旦街の拡張からやってみます。このクマさん、なんかカイロソフトのなんかよく出るキャラらしいよね。ふわっとした情報しかないんだけど、街の拡張が完了しました。おおえ、ちょっと見ていい？おお、外に広くなって、奥行きはどうなんだろう、ちょっとだけ広くなった？だったよね。おお、すごい。これちょっと道作りたいな先に。お金大丈夫だよね。今年じゃない今月は乗り切れるだけあるので一旦気にしないで道を作っていきます。ここ塞いでんの痛いな。そっか、ここ通り道ちょっと作りたかったんだけど、どうしよう、移転させちゃおうか。いや、いきなり移転させんのもな。とりあえずこのここの通りの前に道を作りたかったのはあったので、これを作っていきます。こうかな。で、どうしようかな。こっちからつなげるのもいいんだけど、なんかあのサイコロ状というか、なんて言うんだろう、あの網目状にあんまりなりすぎんのも良くないかなと思うので、どうしよう。じゃあこんな感じで引っ張ってみようか。はい、まあなんか何がいい効果あるのか分かんないけど、とりあえずこんな感じでいきたいと思います。で、裏道みたいな感じでこっち伸ばしていくか。じゃあはい、で、こっからこう、まあまあそれっぽいんじゃない。で、こっちになんかあのなんだろう、あんまり普段行かないような施設を作っておけば、というか道場とかそういうのでいいと思うんだけどね割と。はい、じゃあ一旦ここまでで道は作りました。で、施設、新しい施設も作りたいけどどうしようかな。ダンジョンとりあえず行ってみようか。もう少し、勇者たちを鍛えておきたいので、モンスターチームを討伐、群れを退治、どう違うんだこれは。モンスターチームを討伐をやってみよう。梅五郎、亀次郎、パーティー飛行、お、みんな結構来てくれるね。ヒゲジ、勲章2つ。そっかそっか、レベルもうちょっと上がってもいいんだけどな、ヒゲジ。なんか大丈夫じゃないこの4人なら。結構強力メンバーだよね。パティヒコはまだ慣れてないと思うけど、他のやつら結構この町の熟練なので。ちょっと心配。どうしようどうしよう、ちょっと心配なんだ。マジか。ちょっとさ、町の運営費5000ちょいかかるから、ここでさらに500払うと結構危険なんじゃないかなって思うけど、まあでもやってみようか。どうしよう、ユタロウ入れよう。うちの町のエースユタロウくんを入れて、あ、これならうまくいくと思います。はい、じゃあこれでいきます。で、どこだ場所は、これか。ちょっとなんで体力減った状態からスタートしてんだ。まあいけんじゃな、これ系のミッションは失敗したことないもんね。失敗っていうかあんまり倒れたこともないと思うの ですぐにね、街に帰って回復もできるし、あと4匹楽勝じゃん。っていうか増やさなくてもよかったんじゃない、ユタロウ。あ、こいつがちょっと強いのかな、この黄色いのが。あ、でも全然楽勝だった。あ、しかもなんかお宝出てるしね、ありがたい。
町の人気が25上昇。そしてお宝は、あ、じゃがいもかい。謎の巨大生物来たね。ドスコイ太郎、どんぶり花子に続いて何が出てくるのか。で、みんな回復してもらって、で、そうだね、町で結構お金使ってもらったから1万ぐらいまでまた増えたね。え、じゃあどうしよう、これやる？マジックポット。いや、なんだか分かんないで言ってるけど、絶対いい効果はあるでしょこれ。はい、導入しました。導入するとどうなるの。マジックポットによる開発が可能になりました。メニューから開発を選び、アイテムを投入してみましょう。装備品や施設、レアなアイテムができることがあるようですよ。ほー、錬金釜みたいな、そういうこと。開発、ここではマジックポットを使ってさまざまなものを開発することができます。どんなものが開発されるか楽しみですね。アイテムを投下、レシピを見る。ほう、レシピは自分でなんかアンロックしていくのかな。お、でも一応あるんだ。火の斧、例えば魔法ポイント、魔法ポイント、え、魔法ポイント、あ、これアイテム投下すると魔法ポイントに変換できるってことか。芋を1個入れてみよう。うわ、少ねえうーんって言ってるし。え、何、魔法っぽいものを入れればいいの。なんだっけ、ミツバチの巣とか。おお、プラスプラスがめっちゃあるから、え、これ高級品だけど入れてみようか。入れてみちゃおう。756、そこそこ、ああ、うまくいってんだこれでも。なるほどね。じゃあそんなにこうポロポロと開発できるわけではないんだね今の段階。鉄パイプ、うおケチいし、これ1ポイントでまあまあって感じなんだ。ちょっとさ、魔法系のアイテム手に入るまで待とうか。さっきプラスプラスが3つぐらいついてても、まあ平均で6が3箇所、18ポイントか。マジックポットに入ったアイテムは時間をかけてグツグツと煮込まれて魔法ポイントに変換されます。魔法ポイントを使ってレシピのものが作れますよと。新しいレシピは知識が貯まると発見されるようです。あ、基本だからレシピがあるものから選んで作る感じだよね。で、火の斧はもう圧倒的に足りなくて、で、他で安いもあんのかな。あ、なるほど、結構銃とかで作れるものもあったりはするんだ一応。あー、50、50、あー、でそんぐらいなんだね。で、知識がゼロだからまだ全然レシピが少ないってことか。じゃあもうとりあえず時間が経てば経つほど知識増えてくだろうなってことで、一旦は進めていきますが、維持費がどんどん高くなる。6000か。施設作ってちょっと町でお金儲かるようにしよう。作ってない施設はないか。新しく施設を覚えた方がいいんだね。マジックポット導入。スーパー銭湯がこの度マジックポットなるものを手に入れたことが兵士の調べで明らかになりました。このマシンはクエストやショップで手に入れたアイテムを投下すると魔法ポイントが貯まり、レアなアイテムや施設に変換する夢の錬金マシンのようです。兵士では錬金された瞬間を一目見ようと密着取材を試み、とうとうできた瞬間に眠りについてしまいました。もう誰か作ってるってことかい。え、次回こそ決定的瞬間を皆様にお届けしたいと思います。まあ、素直でいいけどね、この取材陣は。寝ちゃったって言ってるわけだからはい、次回作った瞬間はまたレポートしてくれるのかな。ポイントが貯まったら作っていきたいと思います。で、施設作ろうって言ってたんだよね。新しい施設を覚えたいからショップに行きましょう。施設の購入で、今までなかったもの何がいいかな。アンティークショップ、ぬいぐるみや的当て練習場。効率主義的なのも良くないとは思いつつ、的当て練習場ってやっぱりなんかみんなが強くなりそうな気がしない。あ、でもお金儲かんないのかこれ。本末転倒というか、何のためにここに来たんだっていう話だよね。ぬいぐるみ屋をじゃあもう無理やりだけど行きましょう。は
はい。でじゃあお金を儲けたい、お金を儲けるためにぬいぐるみ屋を儲けたいので先にこっち行こう。ぬいぐるみ屋を、回転させて花屋の近くとかなんかそれっぽいよね。うん、この辺でいいんじゃない。おー魅力アップ。あーでも宿屋とは特に関連しないんだね。まあそんなに直接的に関連する感じでもないけどさ。であとはどうしようかな、もう一個作っちゃおうか。弓矢の練習場、後当て練習場、どうしよう。この辺りだよねやっぱり。あこの辺り、この辺り、ここくっつけた方がいいのかなやっぱり。ぽいよね、あやっぱり価格アップと魅力アップ。え価格ってお金払って練習してくれんだ。じゃあ別に商売にはなってんのか。これはなんか勇者たちが強くなるためだけに使うもんかなと思ってたんだけど、じゃあ大丈夫だ。素敵って言ってる。ありがとうございます。町の外を調べていたら歴史のありそうな石碑を発見しました。お宝の匂いがしますねと。どうしよう、1万超えてからじゃないとちょっと冒険に行くにはきついね。あ石碑ってこれか。どうしよう、パパッと帰ってこれるミッションの方を先にやっていこうかな。何サブの2商品って、何何何グツグツにこう、ん？あ、さっき入れたアイテムってすぐにポイントになったわけじゃなく、だんだんとなっていくんだ。あ、なるほど。じゃあもうちょっと入れといていいのかな。でもそんなにポイントになりそうなアイテム今持ってないよね。ステーキもったいない。特製ニシン、特製ニシン、ニシン、まあ、ちょっと使い出がそんなに分かんないのもあるけど、この辺入れちゃおうか。うん、ポイント溜まってなんかいろいろ作れた方がいいもんね。相性良さそうって言ってたし。でさ、闇ポイント全然溜まってないけど、闇ってなんか特殊なやつなのかな。闇が溜まるアイテムはない？ないね。ちょっと闇ポイント貯められるようなアイテムあればまたやっていきたいね。はい、これはじゃあ一旦放置して、ごめん、何やってたっけ。ダンジョン行こうってしてたんだ。クエスト、モンスターの群れは、そうだね、町の近くでパパッと倒してきてくれるから、これで行きたいと思います。うん、ヒゲジと田畑さんがいれば、この4人でいいんじゃない。ちょっとコメントきつくても、この4人で行ってみてもらおうか。ちょっと心配。やってみよう。どうなるか分かんないしね。右下の人気ゲージが、1110になってきた。1100超えたってことか。よし、どんどん街が盛り上がっていってるね。え？目標？こんにちは。最近スーパー銭湯は冒険者たちから人気があると耳にしましたよ。イベントを開催してもっと街を盛り上げてみるのはいかがでしょうか。ちょいちょいやってるけどね。あ、スイカ割り大会いいじゃん、夏っぽいじゃんって。今3月。はい、クエスト戦闘が開始されました。いや、いけるでしょう。田畑さん、なんでそんな離れてる。あ、牛込さんか、これいつも間違えんだよな、牛込さんと田畑さん。え、田畑さんいるんだよね。あ、ごめん、勘違いしてた。また牛込さんをずっと田畑さんだと思ってたわ。え、田畑さん参加してなかったっけ。これ今向かってる田畑さん。あ、近くにいただけか、牛込さんは。うん、全然問題なくクリアできたね。やっぱ洞窟とかじゃなければちょっと心配ぐらいでも全然問題なくクリアできそうです。パティヒコレベル低いのに頑張ってんな。なんか表彰とかしてあげたい気がする。はい、ひとまずここのミッションは終わって、どんどん店増やしたいけどな。お、巨大生物隣町で目撃。やべえ、6500かかってるお金。マイホーム初心者が町へ税金を納める時期になりました。金をよこせ金を。うん、みんなだんだん増えてってるね。町が大きくなってるから家賃も高くなってる感じかな。はい、2730の収入、ありがたい。どうしよう、奥地にもなんか建物作りたいんだけどさ、今お金がそんなにないからね。もうちょっと待っておこうかな。あ、力上がってんじゃん。やっぱ修行版を早めに作っておくのって結構効率いいのかもね。じゃあどうしよう。花とか増やして効率上げる？
何をしたいかな。1万2000か。次のダンジョン行っちゃおうかな。悩ましいな。町のポイントが増えてる間に施設どんどん増やしちゃうのもありだよね。一種類一個ずつはあった方がいいと思ってんだけど、どう思う？これでも、そっか、薪とか高いの。薪？薪って木の種類なのか？なんだろう、暖炉に入れるものしか思い浮かばないけど、どうしよう。フルーツ屋、アイスクリーム屋、アイスクリーム屋、アイスクリーム屋をじゃあどうしようかな。そうだね、こっちが昼間の街っていう感じのメンツになってるから、ここら辺にアイスクリーム屋を作ってあげよう。どうしよう、商店街的な感じで。ちょっと表に見えにくくて申し訳ないけど、申し訳なさすぎんなこれ。こっちにするか。ちょっと遠いな。しまったなこれ。ここに作るとさ、まあ、実際裏口から出入りはしてくれるんだけど、さすがにちょっと見栄えがよろしくないよね。悩みすぎ。はい、ここにします。やっぱね、他との影響は今起きなかったみたいだけど、まあ、近くにね、建物はこの後建ててあげるとして、まだ30ポイントあるのか。もう一個ぐらいなんかいけるかな。施設購入30でいける。チューリップのみ。チューリップか、チューリップか。ちょっと待とうか。はい、お金が1万4000貯まってきたね。これは今月も普通に乗り切れそうだから、クエスト行っちゃおう。え、大丈夫だよね、あの巨大生物まだ来ないよね。まあ秒でなんか人気落ちちゃうってことはないだろうから、とりあえず行っちゃおう。洞窟の探検、石碑の調査。石碑の方が良さそうだな。宝箱4つあってさ、費用も100安いんでしょ。まあ、こっち行くよね。いいやつら来て。ちょっとね、洞窟に関しては手厚いメンバーで行かないと心配だから、はい、これはもうメンバー渡します。まあ、ヒゲジ来てくれるのはありがたいんだけど、田畑さんも強いんだけど、これではちょっと物足りないので、お金かけてでも、強力なメンバーにいてもらいます。ゆったろうと6人って入れたことないな。やってみようか。亀次郎も行っちゃおう。はい、6人グループでじゃあ開始。余裕でクリアできそう。ちょっと入れすぎたかこれ。でもさ、薬草とかをできるだけ少なくクリアしたいっていうのも最近あるんだよね。薬草って結構値段するのにさ、洞窟からポンポン勇者が倒れて出てきた時にすぐに使っちゃってた印象があるから、それを是正したくてさ。お、なになに、すごいお宝だ。今回は家で寝てようかと思ったけど参加してよかった。え、すごい、え、ちょっと待って待って、すごいお宝独り占めする気かお前。おい、ちょっと見せてみなさい。なになになに、すごいお宝ってなんだよ。安眠枕のことかな、今出てた。え、すごいお宝って何。え、銀の指輪を入手。もう銀の指輪とかいいからさ、すごいお宝、すごいお宝教えろよ。銀なんで、え、何これ、神殿車。ふわわんふわわんふわわん。現世に心残りのあるお化け。え、経験値20、お金に呼ぶ40、倒した数2匹、支給6。ん？お化け？何こいつって勇者カウントされてる？え、ちょっと本当にわからないな、あいつ何なんだろう。そしてさ、すげえ今更気づいたんだけど、この石碑ってもしかしてモンスターいないとこだった？お金足して入らせる必要なかったじゃん。てか一人に行かせればよかった、もしかして。しまったな。まあ全員経験値得たのはありがたいけどね。まあまあいいか。
そして結構いろんなもの手に入れてるな。ライトガードとか強そうな盾。特選ニシンも使ったやつ戻ってきたからありがたいね。はい、カニさんがいる。まあ今6000ぐらいにまたお金になっちゃったから、とりあえずは、お金また増えるまで待ってみたいと思いますけど、さっきの幽霊が気になるな。あ、でもモンスター情報って普通にここにこういう風に出るのか。ごめん、なんか見た目がいつもと違う感じだったというか、見たことあんまりなかったから、なんか特殊なキャラなのかなって思っちゃったんだけど、そういうことでもなかったね。ただのモンスターでした。はい、9600か。どうしようかな。マチポイントがあんまり溜まってないからイベントもそんなにできないんだよな。ほう、あ、氷20になったからそろそろ何か作れそうではあるね。あと知識も増えたか。はいはいはい、あー、マジックポットには何か入れといた方がいいね。とにかく何か入れておこう。特選ニシンがやっぱ上がるのがいいな。これニシンはもう魔法用と思っちゃおうかな。これで素材1/10、10個まで入れておけるってことか。じゃがいももじゃあ何個か入れておく。あー、でもうーんって言われちゃうんだよな、これ魔法向きじゃないのか。じゃあどうしようどうしようどうしよう。鉄パイプを入れて、これなぜかプラス1なの。んー、あれさっきなんかいいリアクションじゃなかったっけ。どうしようどうしよう。傷薬は超もったいない。ふかふかの座布団か。まあいっか、入れてみるか。まあまあ、あー、どうしようかな。あんまり魔法向きなもんなさそうだね。霜降りステーキはもったいなさそうだけどな。入れちゃう入れちゃう。いや、ちょっと待とうか。まあ今素材5入ってるから一旦待とう。はい、で役場イベント開催ちょっとしていきたいけどな。冒険者の満足が上昇、人気上昇、人気上昇、人気が多いな。街の人気はそんなに今困ってないんだよな正直。冒険者のステータス上昇をできるだけしたいけど、満足もそんなになんだよな。あー、やろっかバーベキュー。特上カルビ3度目だ。満足が上昇しました、まあ、人数増えれば増えるほどね、どんどん意味なしてくるからイベントは。これはやってよかったんじゃないかなと思います。はい、こんにちは。この街はたくさんの冒険者の戦いを間近で見られてとても勉強になります。おー、住んでくれる。おー、住居を建設してもらえませんか。これ待ってたよ。街の外でモンスターの群れを見かけました。よからぬことを企む前に退治してしまいましょう。いや、梅五郎はね、住んでほしかったから、どうしよう、酒場の近くに住ませてあげようか。梅五郎、あ、2000かかるんだ。まあいいや、住んで住んで、どんどんで、今1万かお金。あー、運営でちょっとかかるから待とう。裏メシアの世から見事生還しましたと。生還できてねえんだよな、失敗してんだよな。賑やかな街で過ごす人間が憎いので、生還できてないの分かってんじゃん。あの世に連れて行ってあげましょう。クワワンが出現しました。そうそう、これが出てないのにさっきいたから気になったのかな。クワワン、クワワン、ああ、普通に出るようになったってことか。ドン梅五郎さんのマイホームが完成しました。夢のマイホームが手に入って嬉しいです。今後はこの街と共に人生を歩んでまいりたいと思います。他の冒険者が憧れるような素敵な街になるよう頑張っていきます。お礼にこちらを受け取ってください。おー、自分でも使ってないような武器をくれちゃう。ありがとうございます。キラー仮面が出現。なるほど、挨拶しない、しないキャラもいるんだね。まあでもこいつってさ、ちょいちょいダンジョンとかでは出てたよね今まで。何ポンって何、ポンって何、今どっかで攻撃した音とかなのかな。まあまあいいや。今6480か。ちょっとさ、大丈夫か。利益が5800って今下に出てたよね。施設の利益、あ、施設の利益か。
え、どうしよう、ちょっとお金足んなくなりそうな気配がすごいあるんだけど。ダンジョン行ったら行ったでさ、ダンジョン費用でかかっちゃうから、これはどうしたもんだろう。まあでもこの辺で小金稼いでくれてるね。1万近くまではなんとか復帰したと。じゃあ次の6月の家賃払ったらダンジョン行ってみようか。今12,000。いや、なんか余裕あるようでないからな、お金。13,000、14,000。で、ここで家賃7,000。うーわー、1ヶ月分しかない。まあ大丈夫でしょう。ポイント消費。傷薬、おー、これはありがたい。あ、こんなことできんだ。傷薬作れるのは超ありがたいじゃん。これは作るよ、作るよ。あ、で、一回作ったら、あ、一個作れるってことか。ごめんごめん、勘違いしてた。あの、かける2って出てたから、傷薬を2つ作るんだと思ってたけど。炎と氷と雷の属性10ずつで、傷薬を1つ作れるってことね。まあ、それでも全然ありがたい。他のアイテムを傷薬に変換できるってことだからね。はい、じゃあ、どうせならアイテムもうちょっと入れとこうか。でも、大したもんないんだよな、今。傷薬作って傷薬入れてもしょうがないから、霜降りステーキ入れちゃうか。あ、やっぱポイント高いんだね。マイルド。マイルド。雷ポイントが欲しいんだけどさ。雷ポイントになるやつないのかな。あった。絞りたてミルク。入れちゃおうもん。普通のアイテムの使い道全然してないけど。傷薬プラプラプラなんだ、やっぱ。結局ね、作る時にもこのポイントを使ってたもんね、3種類のポイント。でも多分これ入れたからって、それこそ錬金術みたいにさ10ポイント以上入るなんてことはないだろうから、まあ傷薬は絶対入れないでおこうかなと思います。あとはじゃあどうしよう。ダンジョン行こうって言ってたんだね。つうかさ、そろそろ巨大生物来ていいんじゃないの。巨大生物待ちしてるとこあったんだけど、全然来ないね。4人来ればまあいいでしょう。これも表で出てくるやつだと思ったので、まあ、そんなにみんなが倒れずに済むのかなと思います。ちょっと心配はいけるってことだ。洞窟でちょっと心配は本当に心配だけど。はい、あれ、なんかでもみんながお家帰ってきてるけど大丈夫？先に行ったやつ倒れちゃったりしない？モンスターあと7匹どこだろう。これか。誰も向かわない。一人。なんかさ、ヒゲジずっと汗かいてるけど大丈夫かな。え、町の外を調べていたら毒々しいの町発見。なるほど。倒していただきましょう。勝てるよね。うん、勝てるけど一撃でパパッと倒せる感じじゃないね、この敵は。え、あと5匹なら、うん、この人数いれば全然勝てると思います。あと3匹。あ、最後やっぱり強いのが1人だけ出てきたね。お、メンバーに入ってない子が手伝ってくれてる。で、モンスターチームは討伐をクリアしました。おー、経験値70って結構でかいね。パティヒコ強くない？パティヒコまた4匹って MVP じゃん。で、これ次絶対あげよう、勲章。で、右下の人気ゲージが1200いきましたね。で、鉄パイプ入手。ちょっと待って、巨大生物情報が今出てきたから待ってほしいんだけど。町協会の大臣、スーパー銭湯は最近活躍している冒険者が多いと協会からも報告を受けています。冒険者にあげられる勲章を持ってまいりました。ぜひお役立てください。お、ちょうどあげたいところでした。勲章を入手、どうぞ。ありがとうございます。巨大生物の足音が聞こえてます。巨大生物がもう間近に迫ってるってことだね。お、大きな足跡を発見しました。数々の街を恐怖に陥れる巨大なドラゴンがいると、
数々の街をか数々の街を恐怖に陥れる巨大なドラゴンがいると耳にしたことがありますが、もしかしてたらふく次郎弟じゃん。こんにちは、ここが姉、ね、なんて読むんだこれ、今日兄姉を痛めつけたという町ですから出したことなさそうですね。兄姉より強いってことを知らしめてやる良い機会だ。かかってこい。ってことでたらふく次郎くん来ました。どすこい太郎どんぶり花子に次ぐたらふく次郎だ。大変です、凶悪なモンスターと名高いたらふく次郎が現れました。このままだと町の人気に影響しますので早く倒しに行きましょう。あのさ、名高いモンスターならさ、なんか一覧とか用意しとってもらってもいいんですよ全然。あーどうしようかな、たらふく次郎はじゃあ次回にしようかな。うん、じゃあ今日はこのぐらいで終えておきます。はい、次回たらふく次郎との決戦こうご期待。はい、ではありがとうございました。またよろしくお願いします。